皆さんこんにちは、あやです。はい、本日はですね、タイトル「ワイルドスピードスーパーコンボ」「ファスト&フュリアス、プレゼンツホップス&ショー」について、ご紹介したいと思います。はい、あらすじいきたいと思います。ロサンゼルスで娘と暮らすワイルドなスタイルで超重量級の車を操る追跡のプロ、元 FBI 特別捜査官ルーク・ホップスと、ロンドンで優雅な生活を送るクールなスタイルで超高級な車を操る規格外の元 MI6 エージェントデッカード・ショー、2人のもとに行方をくらませた MI6 の女性エージェントハッティを保護してほしいという政府、これ CIA でしたね、の協力要請が入る。ハッティは全人類の半分を滅ぼす新型ウイルス兵器をテロ組織から奪還したが、組織を率いる肉体改造を施された超人的な戦士ブリクストンに襲撃され、ウイルスと共に消息を絶った。しかし彼女はショーの妹であるという。ホップスとショーはこんなやつと誰が組むかと協力を拒否するが、ウイルスの回収を最優先にするため仕方なく手を組むことに。世界の命運はこの2人に託された。というわけでですね、大人気ワイルドスピードシリーズの、スピンオフですかね。まず最初にお伝えしておきたいのは、私ワイルドスピードシリーズ1個も見たことないです。はい、なのでですね、ワイルドスピードに関する知識はほぼないです。他はビン・ディーゼルが出てるとか、ポール・ウォーカーが亡くなったとか、で最初女と揉めたとか、そのぐらいしか知らないので、そんな私にですね、ワイルドスピード大好きな友達がですね、ちょっと説明をしてくれました。まずロック様は FBI で YSP5 のビン・ディーゼルたちを捕まえるために派遣される。なんやかんやで意気投合で、6でロック様が追っていたルーク・エヴァンス、これがステイ様の弟にあったんですね。ルーク・エヴァンス率いるテロ組織の逮捕への協力をビン・ディーゼルたちに依頼で、ルーク・エヴァンスは瀕死で、7でルーク・エヴァンスの兄ステイサムが反撃するも逮捕で、8からなぜかステイサムもワイスピシファミリー側に組み込まれたという流れだよって教えてくれたんですけども、よくわからないです。はい、すいません。なのでよくわからないワイスピ見たことないやつがなぜこのスピンオフスーパーコンボを見に行ったのかっていうのですね、まず理由なんですけども、ただ単に俳優が好きだからです。はい、これね、たくさんちょっとチラシ出てて、これ第1弾で出たのがいいですね、カリフォルニアの太陽さんさんのアメリカマッチョ とお天気悪いイギリスのなんかクールマッチョみたいな感じでいい感じですね、対比が。でこれ横版で、その次に出たのがこれですね。やっとそのこのチラシが出た時に、これクレジットにイドリス・エルバの名前がなくて、全然私も気づいてなかったんですけども、なんかステイ様が好きだから、あ、どうしようかな、これ面白そうだなと思ったら、まさかのイドリス・エルバが出てるよっていうことで、こういうね相関図が書いてあるものが発表されました。え、イドリス・エルバが敵なのっていう、これもうちょっと宣伝ちゃんとしていただけないでしょうか。そこに引っかかる女子結構多いと思うので、それはちょっとお願いしたいところなんですけども、あとはですね、まあ引きとしてはやっぱりアラフィフの結構ね、おじさま方のですね、スキンヘッドマッチョが頑張る映画というところでですね、非常に見に行きたいじゃないですか。そんなステイさんも好きだし、最近私ベイウォッチとかジュマンジの流れのコメディー路線のロックさんも好きだし、もう何よりイドリス・エルバ大好きなので、これは見に行かなければいけない。でも YSP を見直すのはめんどくさいということで、こうざっくりしたところは聞いたんですけども、よくわからなくて、とりあえず敵っていう感じなのかなっていう感じで行きました。はい、ですね、感想っていうか、まあ、星の数先にお伝えした方がいいかな、ね、星いつも言い忘れるから、星の数はね、ですね、3.6 でございます。ですね、まあ、初めてにしてはすごく楽しんだんですけど、期待以上に超最高っていう感じでもなかったっていう、そんな感じでございますね。はい、その前に私ずっと思ってたんですけど、日本人ってスキンヘッドというかハゲに厳しくないですか。結構外国だとスキンヘッドの人全然
とか、あの普通にナチュラルボーンハゲの、あ、ナチュラルなハゲの人とか別に普通にモテるのに、日本ってあんまモテない気がするんですけど、逆に言うと外国に行くと背の低いやつはあのもうなんか眼中なしみたいな差別があるので、いろんな国で男性の価値って見計られるんだなっていうのを思いました。はい、ということで話はですね、とりあえずあの妹、ステイ様の妹のですね、このなんだっけ、なんだか、バネッサ・カービー、バネッサ・カービー、ミッション・インポッシブルに出てたバネッサ・カービーが、まあ、あの、イティオンっていう、イドリス・エルバが所属してる、なんか未来を想像するみたいなメカっぽい組織があって、それに奪われるっていうことで、ウイルスどうしよう、もう逃げ場がないということで、自分に注入して、自分が逃げるということで、ウイルスを奪還します。その時、MI6 の、あの、職員だったので、志が多分あったと思うんですよね。でそれを聞いたので、CIA からの依頼を受けてカリフォルニアであの娘とパンケーキを食べていたですね、ロックさんのところにあの人が依頼にやってきます。はい、ですね、今回監督がデビッド・リーチということで、あの人といえば通じると思うので、出てきた瞬間私大爆笑して、もう話の内容もなんかすごいから、いや俺たちは昔の親友で、あの半分のハートのネックレスもしてるし、入れ墨もあのお揃いだろみたいなことを言い出して、もロック様がもうあの困るんだけども喜んでるみたいな、ちょっとよくわかんない、このなんかブロなのか、あのその本当に好きなのかのリテラシーが全然わかんないところの、あの人のテンション最高に良かったと思うんですけども、非常にデビッド・リーチは悪ふざけが過ぎるなと思いましてですね、そんなロック様はあのロンドンに行けと言われます。でだあの現地ではバックアップ体制を用意してるからということで行くんですけども、でそれと対してロンドンでですね、あの女とブイブイはしているですね、ステイサムは、まあ、朝からあのパブでビールを飲むような生活してるんですけども、大丈夫か。で、もうあの依頼を受けます。しかも CIA からね、同じく。で、まあ、あのごお前に、まあ、アシスタントをつけるからみたいなことを言われるんですけど、俺は一匹狼で行くぜみたいな話をするんですけども、会ってみたら、ホップスとショー、あの犬猿の中、なんですよね。うん、それはなんとなく分かった。見る前から、ホップス&ショーっていうタイトルにしても、なんとなくその、あの、この2人を合わせて、多分敵なんだろうなっていう感じで、それはちょっと分かったんですけども、でも会った瞬間から超喧嘩して、で、こっちはやっぱりもう筋肉バカで、あの、アメリカ人。っていうのと、こっちはあの、クールスパイで、イギリス人だから、まあ、全く合わないですよね、はっきり言って。まあ、スキンヘッドの筋肉というところしか共通点がないんですけども、あの、依頼された仕事は一緒なので、頑張らないといけない。はい、というわけでですね、捕まえます。あのウイルスを捕まえ、ウイルスを取り戻すということで、ウイルスを持っている保菌者を捕まえてみたら、あのちょっとね、あのロック様はあのいい女じゃんってなってるんですけど、それを結構ね、あっさり連れてきたら CIA のところに、あのスティーサムがいきなり怒鳴り込んできて、なんと妹だとか言い張るんですね。みたいになってたら、いきなりイドリス・エルバの所属しているイティオンっていう、なんかちょっとよくわかんないあの精鋭部隊、このイドリス・エルバは不死身なんですよ。このスーツも不死身だし、手こうやってバンバンバンってやったらグローブが銃弾を弾くし、もうあの全然怪我をしないし、ダメージも受けないし、すっごいメカ人間になってるんですけども、他のあの隊員もたくさん来てですね、あのすごく大きい組織なのはわかるんですけども、なぜか他の人は、他の部隊の襲撃してきた人たちはヘルメットをしてるけど、イドリス・エルバは顔がいいのでヘルメットをしてないというところでですね、あのこれは実用よりもあの需要に応えようというですね、制作人側のサービスを非常に感じて良いと思います。あの別にね、ステイさんも私好きだし、でロック様も好きなんだけど、でイドリス・エルバも好き、同じぐらい好きなんだけど、ただですね、画面に映った時のイドリス・エルバの顔が良すぎると思って、いちいち映るたびに顔が良すぎるっていうのと、もう体も良すぎるっていうね、この皮のあの体をですよ、皮のスーツにぴったりですね、あの押し込めてて、まあ、裸になるシーンが2カ所ぐらいあるんですけど、あんまりざっくりは見せてくれなくて、で結構この時のイドリス・エルバ痩せてます。なのでもうピチッとしたスーツに閉じ込められたですね、もうわがままバディすらですね超越するようなセクシーがダダ漏れですので、映るたびに顔がいい、映るたびに顔がいいっていう感想ですね。すいません、本当に顔のいい男に私は弱いな、自分で言うのもなんですけど。でもうそのね、見せ場である、見せ場であるのかな、多分ワイルドスピードって車の映画ですよね、だから
クションが見せ場じゃないと思うんですけど、そのやっぱりステイ様のちょっと最近ちょっとなんかクンフーというかジークンドーっぽいような格闘 と、もう力で塗り伏せるロック様の格闘ってかなりスタイルが違うんですけども、それぞれ見れるのもすごく楽しいし、で、まあ、銃とかいろんなメカとか最初の方は結構あるけど、だんだんですね後半になるにつれて素手黒格闘が多くなってくるので、フルコンタクト の格闘が見れるのは私結構好きだったんですね。でただあの、まあ、不安がちょっとあって、やっぱりフルコンタクトで見せるんだったら、しかもそれをスローモーションでもうぶつかる瞬間とかを見せるから超燃えるんですけど、もうちょっと音演出こだわってほしかったなと思います。そう、肉と肉がですね、触れ合う音とかがすごい聞きたいじゃないですか。それも含めてやっぱり素手ごろアクションの魅力だと思うので、そこのねあの演出はちょっと惜しかったのかなっていうのは思わざるを得ないかなと思いますが、やっぱり素手ごろアクション最高だと思う。しかも素手ごろにですねなる理由がきちんとですねあるんですよね。あのもう逃げ場がないということで、 ある事情でですねロック様の故郷のサモアというですね島国に帰って、そこにあるものだけを使ってこのですねあのメカもうあの超越した科学を持っているですねイドリス・エルバーあのが所属しているイティオンというところに立ち向かわなければならないので、なんとか工夫を凝らしてですね、そのロック様は25年あの自分の家に帰ってなかったそうなんですね。ワイスピでもそうなんですか、ちょっと知らないんですけども、あのその久しぶりに帰ったのでお兄ちゃんとかお母さんと和解して、あの地元の仲間とですねあのに協力をしてもらって、なんとかイドリス・エルバーに勝つという、まあ、勝つとか言っちゃっていいのかな、まあ、戦うというですねあのシークエンスにラストの方になっております。で私がですね好きだったのは、アクションたくさん見れてもいいんですけど、例えばそのサモアっていう土地で昨日今日あったような、ロック様はまあ地元だからあれなんだけど、昨日今日あったようなですね一応仲間とですねステイサムとかが地味なですね、例えばあの穴を掘ったりとかガソリンを入れたりとかそういう作業を何気なくしている姿が私はすごく好きだったので、あのシークエンスもうちょっと長くても良かったのかなって正直思いますね。で結構ピンチになると車が助けてくれるので、そこであそうだこのワイルドスピードシリーズって車の映画だったっていうのを思い出す感じでした。はい、そうだよね、車の映画だよね。で車のアクションすごいし、そのあのイドリス・エルバーバイク乗ってるんですけど、バイクともあの連動してるんですね、なぜか。そのアクションもすごいし、あのロンドンでのカーアクション、そしてサモアでのあのヘリが来るんですね、これ言っちゃっていいと思うんですけど、ヘリが来る時の それってありなの、そんなことできるのっていうね、もう見たことないようなすごいアクションが見れるんですけども、あれどこまであの実際のロケをやってるのかっていうのは全然知らないんですけど、ワイスピシリーズって結構そのアクションっていうのはカーアクションっていうのは実際撮ってるっていうふうに聞いてるんですけど、今回に関してちょっと分かんねえって友達は言ってましたね。あとですね、まあ、スキンヘッドのアラフィフが頑張るという映画なので、本当にですね、もうアラフィフですよ、おじさまたちがですね、本当にもう体を駆使してですね、イドリス・エルバなんて巻いたと思ったりとか、やっと倒したと思っても、まだ来るから、まだ来んのと思って、もう本当にアラフィフのおじさん頑張る、そしてもういちいち顔がいいと思いながらすごい見てたんですけども、あとなんか、面白かったのがイドリス・エルバのセリフってなんかちょっと韻を踏んでるラップ調が多かったんですけども、あのイドリス・エルバ DJ なので、そういうところの演出とか、なんだろうな、あの言葉のそのゲイスロファンの人もちょっと反応してたので、ゲイスロネタはめっちゃ入ってるので、あのジョン・スノーのギャグとかは結構面白いなと思いましたね。うん、そんな感じですね。あとね、そのステイさんはあのいろんな女と遊んでるので、なぜかですねロシアに行くっていうシーンがあるんですけども、なぜかそこ あのイティオンのロシア支部にあの彼女からですね、彼女の体からウイルスを取り出さなければならないってことで行くんですけども、そこにいるのはなぜかアジア系ばっかりでですね、絶対ロシアでロケしてないだろう感が半端じゃないんですけども、しかも なおかつそこでですねステイさんが協力を頼んだのが、あのエイザ・ゴンザレスか、あのベイビードライバーのベイビーですね、はい、車映画つながりということで出たのでしょうか、あのステイ様の女だったんですけども、やっぱり超可愛いですね。っていう彼女はすごく細いですよね、メキシコ系のボーンなんですけども、キュッとしすぎな感じがあってめちゃくちゃ可愛かったですね。はい、でステイ様の一家がですね、おかんヘレン・ミレンで、弟がルーク・エヴァンスで、今回はですねそのバネッサ・カービーが妹でしょ、すっげえいいからなと思って、この一家ってそのワイルドスピードシリーズで結構重要なんですかね、その辺本当に分かんない。
でそのやっぱりデビッド・リーチ監督って言って過去作を言っちゃうと今回ね出る美味しい人がバレてしまうので言わないんですけども、デビッド・リーチ作品におけるアクションという意味では今回はそのスローを使った演出が多いのは結構珍しいと思ったので、それってワイスピー独特のあれなのかなって、ね、ちょっとわかんないんですけどいかがでしょうか。あとですね、インターネットムービーデータベースで見れるですね、ロック様のインタビューめっちゃ可愛いのでぜひおすすめです。はい。でですね、あとはですね、あのスキンヘッド筋肉といえばですね、ジョン・シナが揃えば最高だよねって友達に言ってたら、次のワイルドスピード9に出るよって言われました。あの、抑えてますね。ただそのワイルドスピード9にはロック様出ないらしいですね。で私はその本当に弱者なので知らなかったんですけど、なんかビン・ディーゼルとロック様って今ちょっとあんまり仲良くなくて、8の時も別々に撮ってたっていう話を聞いて、ワイスピシーズってそのなんか最初、なんだっけ、何のロドリゲスだっけ、ミシェル・ロドリゲスが最初のいい女、ミシェル・ロドリゲスと監督が揉めたみたいな話が出たじゃないですか。で、まあ、まあその後なんかちょっと和解してわちゃわちゃやってはいるんですけども、でその後ちょっとポール・ウォーカーの事件があって、で今ちょっとビン・ディーゼルとロック様がちょっとなんか悪いのでこの企画が立ったっていう話を一応聞いてて、それが本当かどうかは分かんないんですけども、私としてはこのスピンオフがなかったワイルドスピードシーズン一生触れることがなかったと思うのでありがとうございますっていう感じですし、本当に、ね、ステイサムが悪いわけじゃないし、ロックさんは悪いわけじゃないんですけど、イデル・シルバの顔が良すぎて本当にもうそれだけで行く価値ありです。もし私みたいにワイルドスピード見たことないっていう方でも全然いいし、ただですね見てて、あ、これってひょっとしてワイルドスピードシリーズネタなのかな、ヘレン・ミネ様とかもそうなんですけど、いきなり出てきたらびっくりするからなのかなとかいうポカンっていうシリーズと、で人が出てきた時に私はもう爆笑したんですけども、監督つながりで出てきたと思ったから爆笑したんですけども、よく考えたらひょっとしてこの人ってワイルドスピードシリーズで標準で出てるのとか、そういう結構謎な時もあるので、見てた方どっちかっていうと多分見てた方がいいんだと思うんですけど、別に見てなくて私みたいにね頑張るアラフィフのスキンヘッド筋肉が見たい、そしてイドリス・エルバが見たいっていう方でも全然大丈夫だし、需要に応える映画だと思います。はい、というわけでですね、熱いワイルドスピード、ファストフュリオホプス&ショーのですねレビューを最後まで見ていただいてありがとうございました。熱い、ストーブでちょっと照明当ててるので熱い。はい、それではバイバーイ。